こんにちは、ウルトラマンメビウスをご覧の皆さん、風間マリナ役の斉川愛です。それでは出演してみての感想から聞かせてください。なんかまだ嬉しいのもあるけれども、なんかまだ芝居に関してもまだできてないところがあって、悔しい思いもしながら、自分でもお家でオンエア見ながら、でもやっぱり自分が画面に映ってるのは嬉しいです。難しかったのはどんなことですか？やっぱり一人の芝居と皆さんと絡む芝居って全然違くて、やっぱり楽しいのはやっぱりみんなと掛け合ったりする芝居が楽しいんですけど、やっぱり難しいのもあって、やっぱタイミングとか間とかがずれちゃったりしただけでちょっとおかしくなっちゃったりするんで、そういうところをちょっと直して今行っている最中です。マリナとの共通点はどんなところでしょう？基本的なところはやっぱり似ていて、素直になれなかったり、なんか自分がまとめたがる、みんなガイズって個性がバラバラで、スタンドプレーの人もいれば熱血バカもいて、そういうのをまとめるのが好きっていうか、姉さん的な姉御肌みたいな部分はちょっと似てますかね。素直になれなかったりとかも、でも本当は女の子っぽいところもあるんだけど、なかなか出せなかったり、あと人前で泣かないところとかは似てるんじゃないかと思います。クルーガイズの共演者の方々について聞かせてください。みんな役目で呼んでますからね。そうですね、みんな役目です。たまにあだ名でふざけて呼んだりするぐらいで、みんな素で、そうですね、たまにご飯とか行ったり誕生日会とか、はい、常に開いてますね。迫水隊長について聞かせてください。普段優しいですよね、本当に本当に優しいと思います。声がかっこいい。私、コノミンと一緒にモニター前で見とれてることが多々あります。今日もありました。2回ほど。美咲さんの印象について聞かせてください。美咲さんは可愛らしい方ですよ。結構ボケてらっしゃって可愛い、なんか私よりも年下に見える感じです。天然ですね、すごい。もうあの役柄とは全く正反対な天然な綺麗なお姉さんです。みんな多分ギャップあるんじゃないですかね。みんな結構正反対ですよね。先輩の門倉さんについて聞かせてください。普段もなんか変わらないっていうのかな、なんかでもクールなかっこいい方です。やっぱり先輩っていうのがあって、ウルトラシリーズレギュラーっていうか何回も結構出演なさってらっしゃる方なんで、やっぱりいろいろアドバイスしてくれますね。DVD 第3巻の見どころについて聞かせてください。リュウさんのあの熱血具合とか私結構好きですね。光と剣、芹沢隊長に対する熱い思いとか、そういうシーンはやっぱり熱血っぽくて私は好きです。これからのマリナの見どころはどんなところですか？今いろんなマリナが出てきてるんで、まだきっとなんだろう、まだ女の子らしい部分はまだ見れてないと思うんですけど、この間では、まあ、徐々にこれから涙を流したりもする場面もあるかなみたいな。マリナのそういう女の子らしいところ、たまに見せる女の子らしいところをちょっと見ていただきたいですね。それでは最後にファンの方々にメッセージをお願いします。いつも見ていただいてありがとうございます。ガイズクルー、みんなで
いい作品になるように、お父さんも子供もお母さんも家族みんなで楽しめる作品にしていきたいと思いますので、これからも見てください。バイバイありがとうございました。未来くん元気だね。マリナ、ごめん。え？手が届くかもしれないんだ、世界選手権に。世界選手権？ロードレース世界選手権。確かまだ女性ライダーが参戦したことはないわ。聞こえちゃうのよね、微妙なエンジンの変化とかベルトのきしみとか。そうすると反射的にアクセルを絞ってしまう自分がいる。しつこいやつ。よし、俺がバイクでおとりになる。マリナ、彼女。待って、それはガイズの仕事よ。私が怪獣を引きつける。リンコさん、お願い。他人に理解されないことに、きっとずっとそうだったんだろうから、ジョージは一人で突っ走って、一人でゴールするしかなかったのよ。私がご案内します。はい、マリーナ。対マリーナ兵器だ。聞こえる、海鳴りの音。マリナさん、無事だったんですね。未来くん、今の子供の頃の私だった。シャツとブラウスとシャツと、これ、あの夜の通りの。マリナさん、大丈夫よ。なんだそれ。もしかして植物怪人？嘘、まさか本当にいるの？なんだその植物怪人ってのは。弟たちから聞いた。だけど見たでしょ、サラマンドラにはメビ。ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、風邪。すいません、ごめんなさい。いいよ、いいよ、オッケー、オッケー、大丈夫、いいよ。アミーゴ、戦いに間に合わなかった罰だ。ガンフェニックスがペイントハゲた、ごめんなさい。グラシアス、セニョリータ、アサミ。もう何やってんの。
二人とも、おい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 、火星から地球へ向かう途中で遭難した日本の宇宙貨物船ですよ。それがウルトラモンの中にいるって。何言ってんだ、未来はもう、うん、聞こえる、ある、あ、ごめん。あ、お誕生日でございました。優しさ分け合っても、君が探してるのは僕じゃないことも知ってたよ。温かい嘘より真実は残酷で、僕らは若すぎたね。溢れ出す心の声は届かなくても、また再会できたのは、来てくれた皆さんだから、私たちも再会できたと思っています。来年はもうファンの皆さんが一番待ち望んでいると思っています。心を込めて作らさせていただきました。すいません、この泣き顔のぐしゃぐしゃ顔で、1年間本当にあっという間で楽しかったです。ありがとうございました。